マルコによる福音書、6章、1節から6節までです。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったので、イエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いて、 この人はこのようなことをどこからいたのだろうこの人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何かこの人は大工ではないかマリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シマンの兄弟ではないか姉妹たちは ここで我々と一緒に住んでいるのではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは預言者が敬わらないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われた。そこでは極 まさかな病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして、人々の不信仰に驚かれた。それからイエスは、近所の村をめぐり歩いて、教えになった。 この福音の中で一つ気づくことは、マルコ福音しかは、イエスは大工ではないかという、大工と呼びます。マルコ福音だけ、イエス様は大工として名付けられたんです。例えば、バーマータイだったら、 大工の息子ではないかとか、モルコの場合は、イエズスご自身が大工ではないかと。それにちなんで、イエズは、うん、お説教の中、いろんな例え話の中で、大工のことについて、あんまり、あんまりと言っても全然出てこないでしょう。まず、自分の弟子たちは、 漁師だったんですね。海に行く人たちです。そして説教のほとんどはその自然界、農業あるいはまた動物お花とか羊などそういうものを例にしてお話しなさいました。大工の体,体験から あんまり話されなかったようですねつもう一つはやはり身内の人たちは彼を素直に受け入れなかったんですね。それは昔のことであれ現代もそうではないでしょうか。自分の家族のメンバーと話すと特に信仰について非常に難しいんですね。 全然関係ない人と話せても、自分の、うん、家族のメンバーと話すのは難しいのが多いと思います。クリス様の場合、イエス様の場合もそうなっておりましたので、すぐに彼は付近の村へ行って、そこで教えられたんです。受け入れられたところ、耳のある人たちのところ、 に行かれたわけですねその心境、えー、というのは結局受ける側私たちのことにもなるんですね。神様のみ言葉を聞かされても本当に素直な心あるいは祈る心でなければ本当に台無しになってしまいますね。 ですから、主の御言葉が実るためには、やっぱり、うん、祈る心、祈ること、それから、その実行、善行、あるいは善行ですか、非常に大切です、日々の生活の中。その優しい心、開かれた心、祈る心は、 私たちにとって最も大切な心構えですね。このマラコ福音の中で、まあ、その他、いろいろ考えさせられますけれど、とりあえず、うん、マラコ福音しかは、イエス様を大工と呼びます。それから、ご自分のところで受け入れられなかったということ、そして最後に私たち自身、 の信仰の持ち方ということですではまたこの次お会いしましょうそれで神の恵みがありますようにアーメン